山県総合運動公園陸上競技場、2170人のお客さんが集まりました。前半の8分です。八木下のシュート、鋭いシュートでしたが枠に当たっています。前半の23分です。北九州荒垣、この体勢から打っていきました。富山の先制の場面です。前半の35分、コーナーキックから谷奥、今シーズンの初ゴールになりました。別の角度からもう一度コーナーキックを放っていたのは今日注目の花井でした。これで富山が1対0とリードして後半に入るということになります。さあ1点を追います北九州。後半いきなり怒涛の攻撃という形になりました。いきなり茂、後半開始1分からのシュートになりました。後半の22分です。新井博人からディサロヘディング、ここは榎本好セーブです。後半の29分です。北九州は加藤、ロングシュート払っていきましたが、ここも榎本よく抑えました。後ろから選手も来ていましたけれども、落ち着いたプレーでした。そして後半の33分です。新井のボール、外からボールが入って福森が入れていったところをディサロが決めたという形になりました。ここで触れてましたね。別の角度からご覧いただきます。最初これが決まったのかと勘違いしましたけれども、大変失礼しました。ディサロのゴールでした。さあそして終盤でしたけれども、このセットプレー、まあ、よく富山しの